記念すべき第100回目の箱根駅伝に出場した23チームの出走前230人にアンケートを実施出走したすべての選手たちの声を刻みます第100回箱根駅伝出場前230人の証言国学院大伊地知健造最高の仲間に囲まれた平林来年は絶対に区間賞アンケート項目1大会を終えての感想 コースの攻略法など、に今だから話せる裏話、3、監督者からの声かけで心の残ったもの、4、4年生から後輩たちへ、来年度への意気込み黒丸大東大総合10位、往路8位、袋17位、11時間0分42秒。監督 マナゴ系一区西川先生、3年、区間13位、1、京急蒲田を越えてから六号橋までの直線がきつかったです。転倒してしまったのは悔しいですが、初めての箱根はすごく楽しく一瞬でした。2、招集時間を把握しておらず、いつもの半分しかウォーミングアップができなかった。3、亡くなった、親友と一緒に走れるのもあと2キロだぞと言われて力を振り絞ることができた。 4、大東記録を再び出してさらに強い大東文化にしたい、2区久保田徹、4年、区間12位、1、2区を走らせていただき、1時間7分35秒の区間12位、自分が立てた目標タイムは越すことができましたが、区間12位と上との差を感じるレースとなりました。個人的にはゴンタ坂より戸塚のラスト 1km の坂がとてもきつかったです。 前半の 10km をいかに余裕を持って入って後半のゴンタ坂から耐えていくかがポイントになってくると思います。最後の箱根駅伝ということで今自分の出せる全力は出せたと思います。チームとしては8区で大幅なタイムロスがありましたが、往路、袋全員の頑張りでシード権を無事獲得することができたので、良かったです。2、定食が食べたくて松屋を食べに行きました。 3、チームを支えてくれてありがとう、最後の箱根駅伝だぞ、走っていて涙が出そうになりました。4、卒業してしまいますが、後輩たちには自分たちが経験できなかった3体駅伝を楽しんで走ってほしいと思います。3区入浜照広、2年、区間16位、1、10キロメートル以降からきつかったです。チームがシード権を取れて嬉しかったです。 2、1週間前のポイントで足首を痛めた。3、最後まで、という言葉、最後まで出し切ろうと思えた。4、来年こそはいい結果を残したいです。4区西大融合、3年、区間18位、1、シード権獲得ができたことは本当に嬉しいです。個人としては、全く戦えなくて悔しい。細かいアップダウンがあるのがきついです。例年は日差しが強くなり、 暑さも相まってタフさを用いられる区間ですが、今年は雨が降り、後半に行くにつれどんどん冷えていったので、そういった面の対策も必要だと感じました、来年リベンジしたい。2、1週間前に、座布団ぐらいの厚さのチャーシューが5、6枚乗った山盛りのラーメンを食べて、食べ終わった後に吐いた。3、ラスト1キロメートルの1、1、2、1、2、1、2、しんどすぎてここしか覚えていない。 4. 主将として走る最後の1年、次は自分がチームを救う走りをして、今回のリベンジを果たします。5区菊池俊介、4年、区間4位、1、去年の反省を生かせたいいレースだったと思います。宮の下から小脇園あたりの坂がきついので、1年かけて上りを克服するために意識しながら練習をしました。チームとしてもシードを取ることができてとても良い箱根駅伝とでした。 2レース中よくわからないメーカーの帽子をかぶっていた3集中していて覚えていないです4三大駅伝へ復活するので上を目指しながら楽しく頑張ってほしいです6佐竹勇樹4年区間4位1ラスト 3km がきつかったです上りから下への切り替えとラストの失速をなくすことが大切だと思います設定タイムに近いタイムで走ることができました チームとしてもシード権を獲得することができてよかったです。2、3、お前が一番動いてるからと声をかけていただき、力みが取れてラストの動きにつながった。4、楽しく頑張ってください7区小田恭平、3年、区間6位、1、10km 以降の小刻みなアップダウンがきつかった。とにかく気合で乗り切りました。初めての箱根は、本当に楽しむことができて、 チームにも貢献ででででききる走りがたたと思うの良かったです2、実は何かあった時のためにロックの準備もしていた。3、これが終わったらお前の大好きなアニメたくさん見ていいよ、きついと思っている時にかけられ、一気に元気が出たから。4、来年は、トラックでも駅伝でも上のレベルを目指してやっていきたいです。8区ピーター・ワンジル、3年、区間23位。 1. 1コンディションは悪くなかったが体が動かなかった。2 3ネバーギブアップ四、一4.1万メートルで自己ベストを更新したい。9区大谷明弘、3年、区間9位。1. 想定していたよりも低い順位でタスキをもらい、焦りで後半に体力が持たなかった。時々ある緩やかな登りが少しずつ体力を奪っていきました。 前半に飛ばしすぎず、後半に上げることを意識した方が良いです。しかし、10区の選手が良い走りをしてくれたおかげで助かりました。2、ピーターがやらかしすぎて少しだけ切れていました。3、4、来年は悔いのない楽しい駅伝にしたい。10区佐々木正人、3年、区間7位。1、自身の走りに関してはベストを尽くせました。 特にきついコースではないので落ち着いて一定のペースを刻むことを心がけました。大学記録を更新できてよかったです。チーム目標は達成できましたが、もっと上に行けると思いました。2、レース前、音楽が全く耳に入らないほど集中できていた。3、ラスト 3km、11位と1分以上差が開いてるけど絶対に油断するなよ。 最後まで気を抜かずに走り切れた。4. 来年度はもっと強い走りを見せられるように頑張ります。